ジールマンでーす。ジェルでーす。レイでーす。このラブレターというアナログカードゲームのそれぞれの持つカード能力の説明します。はい。1番兵士、効果、対象のプレイヤーに兵士以外のカード名1つを宣言し、手札と一致したら脱落させる。2、道化、効果、対象のプレイヤーの手札を見る。3、騎士、効果、対象のプレイヤーとあなたの手札の強さを密かに比較し、強さの小さい方を脱落させる。勝負する感じだ。うん。僧侶、効果、あなたの次の手番まであなたへの効果を無効にする。効果自体は向けることできるんだけど意味ないよってやつ。なるほど。効果対象にならないとは違う。5、魔術師、効果、あなたもしくは対象のプレイヤーは手札を捨て札にし、山札からカードを1枚引く。いや、これのいいとこは自分も対象にできるんだよね。なるほどね。うん。6、将軍、効果、対象のプレイヤーと手札を交換する。7、大臣、お、手札の強さの合計が12以上である場合あなたは脱落する。持ってるとこの数字がね高いと、さっきのナイトのね勝負するときに、このナイトを出して自分のもう一枚の手札で勝負するから、この数字が高いと有利なんだけど、もし大臣を持ってるときに魔術師とかを引いちゃったら合計値が12を超えちゃうので即死亡っていうね。なるほど。ちょっと困ったちゃんです。そっか、使いどころだ。そう、ピーキーなやつですね。そうね、おピーキーだね。で8番、これラブレターの要ですね、姫、うん、でこのカードがあなたの捨て札に置かれた場合、まあ捨て場ですねに置かれた場合、うん、あなたは脱落する。でこのカードを捨て場に行かないようにうまく守んなきゃいけない。なるほどね。魔術師とか怖い。そう、魔術師とか食らったり兵士に当てられて捨て場に行かされるとアウト。うんうん。ここからはさらに追加カード、はあはあ、メガネ姫。お、そう、これはね姫なんだけど、このカードが自分の手札にあるときに脱落した場合、山札からカードを1枚引いて復帰できるんです。うんうん。女神、おー、テラ女神。うん。でこれ王子、これね、あのカードが捨て札に置かれた場合脱落するって姫と全く同じだけど、うんうんうん、カードを指名するときに推理して指定するときに姫ではないわけだから、そうかそうか、選択肢が増える。あとね、伯爵夫人、こちら伯爵夫人、ああ、これね、カードをこのカードは場に出すことができない。山札がなくなったときあなたは脱落する。うんうんうん。本当にあの場に出せないから自分で魔術師を使って捨てるとかそういう方法を持ってないと、あのずっと手札に残っちゃう。なるほど、ね。でそのままゲームが進んで山札がなくなっちゃった時に脱落しちゃう。ただ強さは8ですごく強い。うんうんうん。最後、おう、出た、なんともう強さもう関係ない数字なんでね、このカードが手札にある場合あなたは脱落するっていう。最悪。もうあの初手いきなり王とか、うん、1回目ですって引いて王とかなると、まあ、即死亡っていう。慈悲はない、なんてこった。以上がカードの種類の説明です。ラブレターやっていきましょう。イエーイ。ということで決めます。そうね、わしということで手札確認やっていきましょう。はい。皆さん命はありますか？命はまだあります。はい、ほな行くでー。早っ。ゼイジン、ゼイジンだよ、ゼイジン、ずっと早死だぞ。これですよ、これですよ、ほんとに、ね、手札の強さ合計12以上ってもう即ですからね。憎たらしい顔してんな。あー死んだ。あ、無駄にこのキリッとした顔やめてほしいよ。間違いない。俺のターン、誰のせいで死んだと思ってる。ほんとだよ。
悲しすぎるでしょ。ソウルガード。あ、来た。ソウルガード。いや、参ったー、今のは。次の手札、次の番まで、効果無効。これが、うぅぅぅぅぅぅぅ嘘やん。こちらですね。嘘でしょ。いやー、これにて、一球六着。早っ。敗れた第2回戦。イエーイ。ピピッ。おっ。ということで、誰になるかな、誰に。2人目。あれ、レイ君で。みんなね。はい。手札確認。オープン。はい。みんな無事ですか？命はまだあります。はい、さあどうぞ。ドロー。はい。お、命はまだありそう。ね。さっきの俺のおかしいやろ。それだー。おやおや。おやおや。先ほど言っていた。先ほど自分でおっしゃってましたね。初手ソウルガードはおやおやですよ。しくじったぜ。じゃあね、無効にするから。兵士。初手兵士な、そのカードを当てればいいんでしょ。そういうこと。いや、初手無事だったからな。道家。お、お、これがぐーわぐーわやったぜこれがラブルート。何もせずにさっきの俺の気持ちやのガードが解けまして、ドロー。殴んなら今だよ、あんた。うん。いや、参ったね。当たるとはね。大丈夫でーす。2枚をそのまま引いちゃう、4、うん。次のターンだから。さあ、じゃあ、勝負だ！カカロット！ってことはだよ。一気にオープンするよ。せーの、ザーン！おー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 ブレたー。3回戦目。イエイイエイイエイ。ほな、行くで。はい、レイ君で。うん、よし、手札確認。生存確認。うん、まだ生存はしています。大丈夫でした。どうぞ。ドロー。さあ、おーなんだい。もう、難しいところね。将軍。お、テル将軍。テル将軍。どうなんですか。No。Oh my god。よし、行くでー。兵士。さっきの奇跡再びで行きたいな。お。テルで。お。魔術師。お。見てみます。No。あーくそー。さすがにならねえな。ただちょっと2連発兵士はちょっとびっくりする心臓に悪い。ちょっとね、ありえるからレイクの方に行こうとも思ったんだけど、ここはね。そう、よし、じゃあ俺のターン。はい。ソウルガードおやおや来てるからね、俺への攻撃が。さあさあさあ、危険なカード今のところ潜んでますよ。何を潜めてるぞ。うん、まあ、僕しかないからな。うん、ちなみに僕のガードはこちら。気になる。はい、さてと引きまーす。はい、ですね、じゃあレイ君で。はいはい。いや、ってことはつまり姫。おう、ちゃうんかい。さあ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 、俺のターン。はい。姫そっちかーい。王様なんてこった。王様いや、まあ、でもこれ意味がないんですよ。何で？お、俺死を覚悟したよ。いや、全く今の手札だとね、意味がないんですよ。知ってるんだけど、これを出さざるを得ない状況なんですね。あ、つまり、じゃあオープンしようか。
せーの、こういう教なんです。ああね、あそうだね、これはもうどうしようもできない。そうね、じゃあ俺は引くしかないね。じゃあもうとりあえず切ってください。で復活してください、うん、この姫は復活、メガネ姫の復活です。私はもう一枚引いて私のターン、うんうん、まあでもね、こうするしかないってことはどういうことかっていう、まあ結局まあこうですね、どういうことかっていう話ですよね。まあこれはもはやもうどういう勝負かっていう、引くしかないですよね。もう分かってきてるね。でもこういうことですよね。まあそういうことですね、うん、伯爵夫人ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解。あざっす。ラブレター第4回戦イエイ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 、ほな行くでー、はいはーい、トン、もうこっち向きましたね、まあ、ここ向いたんで、僕で、そうだね、よし、よし、手札確認、はい、生存確認、生存しました、生存無事生存しました、よかった、まず第一関門突破よっ。じゃあ兵士どちらに、テルいや、ちょっと諸兵士はね、うん、もう分からないから山間しかないんだよね、うん、ただなんかもうフィーリングだよね。そうね、うん、姫ノー違うか、違うか、言うどうぞ行くぜ、俺のターン、はい、じゃあ道家で、レイ君、お、イエスイエス、自分で忘れるっていうねあるある。俺のターン、ドロー、さて、でも見られちゃったからもうね見られちゃった方出すよね。ナイト、さあどっち、長えよなっ、おっとる、いいでしょう、ほい勝負、ブワーアウト魔術師に勝つの、これで戦って勝ったってことは魔術師の5よりも強いってことだ、ここ、ね、ここで戦ったからね、今強いです、マジかってことはですよ、いやだな、でも結構幅がある、よかった、割とね、まだないと、おっと、さあ、行くぞ、オープンだ、せーの、ブーン、おー、まあ、そうなるよね、そうだよね、ってことはこれ、兵士引いた方が勝つな、お互い手札が分かってしまう、兵士戦だ、もうこれでいいよ、本当だよ、これでいいよ、来いよ、ドロー、ハッ、うーん、そりゃそうだな、姫うわ、うわ、うわKO 両面第5回戦、はい、行くで、採点、わし、うん、またわし、ジール、よし、生存確認、はいはいはい、おー、これ、うーわって言い出す人いない、いやー、思いたくない、ここで死にたくない、面白いけど、さあ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 、だが死んでもらいたいところだな。ピピ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 ピ、レイ君。いいんだね。あいよ。うわ。死ぬんかい。嘘ん。マジ？いや。よし、じゃあ俺のターン。はい。どうけ。うわじゃなかった。危ねえ。危ないと言う、実はそう、はい、行くでー、はい、あでもね、これね、結構姫引いてるけど、うん、何もイカサマじゃないです、うん、本当にまあ姫だけでね、3人いて、結構あるからね、うん、同じあの脱落姫が2人いて、で、さらに王子もいるから近い能力もね、兵士、うん、どうなんだろうな、今ね、まだ全然絞れてないからね、そうだね、道家を使ったわけでしょ、うん、でも兵士を持ったら兵士を指名できないから、うん、それはしゃあないんだけど、うん、騎士、
の、くそ、違うか。どうぞ。俺のターン。はい。魔術師。おお。助かる。助かるぜ、俺出せねえからよ。マジか。俺助かったぜ。救ってしまった。で、今度は俺のターンで引きます。うん、どうだろうな。もう大臣じゃなかったけどね、5を持ってたわけだから。うん。そうなるで。包まれて喜ばれる伯爵夫人っていうのもなんかちょっとなんかいろいろ考えさせられるものあるよね。やんで差し上げろ。そんな厄介。そうだね。じゃあ兵士で王子。王子。よっしゃ。そう。見事。当てられるなさっきから。